あ、ごめんなさい。今日からダークソウルをやっていきます。やめる。あ、やめてもできるんだね。あ、これスティックじゃなくて十字キーなんだ。あのプロコンでやってるんですけど、どうでもいいか。システム環境設定操作アミーボって何これ、ちょっと謎だな。向こうでいいか。アミーボ持ってないし、動物の森のアミーボカードならあるけどね。それでもいいのかなこれ。まあいいや。ノーマル、ノーマル、ゴーゴー、ロックオン、自動切り替え。流血用事オン。あ、そっか。これ一応17歳以上対象ということでね。ご視聴にはお気をつけください。字幕表示、これはヘッドアップディスプレイの略でいいのかな。まあ触るべからずということで、炎だけが見えて竜は見えないように、何これ鮮度を調整してください。これでいいよ。ボタン設定、ちょっとよくわかんないな。いや、遊戯おい、これさっきやったぞ。あ、間違えた。これこのゲーム難しいね。おい、これもさっきやったぞ。ここは吉住真剣ゼミで習った。キャラクター作成、名前、名前って絶対変えらんないよねこれ後でね。重大だ、どうしよう。渡辺ゆきにしよう。誰、性別か。メンズ、みんな男が駆け回ってるより女子が駆け回ってる方が好きだよね。女性にします。素性、戦士、騎士、戦を生業とする戦士、筋力、技量ともに高い武器の専門家、下級の騎士、体力が高く鎧も硬く打たれ強い放浪者、当てのない放浪者。何これ、極刀、曲がり刀を武器とする技量の高い剣士。後ろめたい。致命の一撃を狙う万能鍵。山賊、野蛮、高い筋力で重いね、これ剪定を振るう。剪椎、剪定かな。狩人、指を使う狩人、接近戦もこなすが魔法全般は苦手。え、なんかハゲてない？刈り取られたってこと？毛刈り隊？魔術師、魔術師、ビンハイム、ビンハイムってなんだろう。竜の学院の魔術師、ソウルの魔術を操る。地図師、大沼の地図師、炎を操る頭脳の他、
獣も使いこなす。国戦とか打てないのかな。プリスト、アークプリスト、宴会芸とか、旅の生息者、聖職者、メイスを振るい、メイスってのこの右手に持ってるのかな、このこれ、これのこと、回復の奇跡。あー、絶対ダメージいっぱい食らうもんね。回復したいけどな。おい、なんだよこれ、すげえな。頭上も知れる裸の人、棍棒と布切れ、棍棒と板切れの盾が装備品のすべて。これやばくね。渡辺幸、持たざる者ってちょっと面白いかな。え、これ持たざる者でいいのかな。まあやばくなったら なんかしよう。え、これさ、ステータス一番バランスいいんじゃない。一番ってほどでもないけど、やっぱ平等がいいもんね。しかもなんかレベルが高い、一人だけ。あ、そう、レベル高いし、持たざるもないしよ。何贈り物って、贈り物など何もなかった。かわいそう。女神の祝福、アークプリスト、HP 全回復、異常を癒す、投げつけると爆発する黒い火炎壺、通常のものより強力、まれに死体に見られる小さな黒い精霊、人間精と呼ばれる、双眼の望遠鏡、遠くの景色が大きく見える、何の効果もないしな、だが辛い旅には思い出が必要なのだ。まあ確かにな。でもそもそも何も持たざるものだしな。簡単な鍵であれば開けてしまう万能鍵、素性盗人の初期装備、へえ、古くから伝わる指輪、装備することで HP が少し増える、魔女からの贈り物、特に効果のない古い指輪のようだが、持たざるものなんで、贈り物など何もなかった。体型、ごく普通の体型、痩せた体型、あ、本当だ、ちょっと痩せてる。とても痩せた体型、ガリガリ、太め。あ、ちょっとこれいいな。いや、これいいな。上半身太り、あー、下半身太り、頭でっかち、頭ちっちゃい、あー、とても痩せ型にしようか。びっくりした、急にこっち向くなよ。顔、平民顔。下流、星下流域に暮らす農民によくある顔、うん、違いが分からん。アストラの貴族顔、理系、留学院の書生顔、書生顔、知的で線の細い顔、ただし書生顔とは多くは揶揄である。ソルロンドの聖者顔、堅くなさで知られる聖職者独立、ソルロンドの面相。ちょっとこれ全部読むのめんどくさいな。
こうパパパパパッと見て気になるのにしよう。これでいいや。髪型丸坊主ベリショ。ウェーブ。持たざる者として、ウェーブってどうなの、ちょっと持っちゃってるよね、巻き毛持っちゃってるよねこれね、ストレート。あ、ちょっとこれ魅力あるな、一気に魅力あるな。あ、これはちょっとあれだな、持たざる者感はない。テール、ああ、いわゆるポニーテールというやつか。あ、これがポニーテールだっけ、両方ともポニーテールか。前髪があるかないかってことね。ああ、これちょっとな、これ確かになんかちょっと失うものが何もないって感じするよね。ある意味持たざるものかもしれない。何これ、シニオン。編み込みね。いや、ちょっとストレート A に魅力を感じてしまった、これにします。髪と瞳の色、そんな細かくできんだ。これは共有なのか。持たざる者、いや待って、ブラック超いいな。ブラックか、ちょっと日に焼けて色が抜けちゃった茶色っていうイメージだったんだけど、こんな感じ。いや、ここはブラックにしよう。これいいね。お、年齢イメージ、年齢はね、若くていい。それでこれはね、もっと女子っぽくしようかな。うわ、かわいい。あ、すごい。女子っぽいんだけど、あの、なんつうの、こんな感じだね。特徴の強調。特徴の強調。特徴はなし。え、なんかちょっと可愛くない？ちょっと可愛いかも。髪型はストレート A でいいよ。 OKOKOK。 え、今変わった？変わった？あ、変わったね。失礼しました。あ、何これ、まだ遊べんの、すげえな。やばい、適当に動かすと鼻と額の比率、いや俺これがいいんだよな。うん、俺これがいいんだよな。これでいいよ。ここら辺とかいいんじゃない。なんていうものこれ、針、花針。いや、これ別に低くていいんじゃない。いやいやいや、何がおかしいの、こんなもんでいいか。目元ね、これさ、こんだけ集中しちゃってるけど、あれかな、やってる時見える、こんなとこ。
切れ長の目が好きなんだけど、感覚を外にすればいいのか。いやなんかな、変にあれするとあれしそうだな、瞳の色。深くなくていいよね。鼻筋の深さはね、短くていい。ごめん、やっぱ高くするわ。鼻の位置なんか下、もう少し下でいいんじゃない？え、なんかこうつけ鼻みたいになってない？さあ、あら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 、鼻先、鼻の毛、まあこいかねえな、なんか目がおかしいな、間違った。目の位置を、こんなもんか。あ、これだな。これでいこう。紅な。ちゅ。いやいや、やばいだろ。チュじゃねえよ。口元の表情、持たざる者が喜びを感じてるって、ちょっと狂気を感じるよね、これはね。ああ、こんぐらいでいい。これで広げてどうなの。ああ、なんか証明写真の唇って感じだね、これね。こんぐらいでいいんじゃない。うん、膨らみ、持たざるものだけど膨らんじゃいましたみたいな。ああ、違うな、それはそういう膨らみじゃねえな。うん、こんなもんだな。大きさ、大は小を兼ねるって言うけどな、こんなもんだな。凹凸は主張の、ある程度主張が欲しいよね、こんなもんだな。厚さ変えられんだ。厚い方が好き。じゃあこうしよう。よし、上顎、下顎、ひげ、顎ね、顎ちょっと出そうか。ここさっき、ああいいねいいね、突き出しすぎるとしゃくれるからな、こんぐらいがいいかもしれない。広さ、うん、こんなもんだな。髪色を全部下にしたらどうなる。真っ黒ってやつ、これもしかして真っ黒か。ちょっと怖えな、急にちょっとビジュアル系みたいな感じにしようか。よし、かわいいじゃん。で、これで決定か。これで決定をすると、すげえな、始める前でもう20分遊んでる。これは面白いゲームだ。
ムービーかな。In the age of ancients, 古い時代。The world was unformed. 世界はまだ分かれたず、霧に覆われ。A land of gray crags, 灰色の岩と大樹と口の交流ばかりがあった。これは喋んない方がいいね。すいません、黙ります。But then there was fire. But then there was fire. And was fire. And the fire is gravity. Heat. And cold. Life. What death. And of course. And of course. And dark. And dark soul. すいません。Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. Nito? ちょっと待って、これホラゲー？ホラーはやだな。ホラーは苦手なんだけど。The witch of Izalith and her daughters of chaos. Gwyn, the lord of sunlight and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords.They challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath.The scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the age of fire. Oh, fire! ちょっと待って、かっこいいな、これ。こういう系。But soon.Flames will fade, and only dark will remain. のゲームあんまやったことないんですよ。なんか面白そうだな。Even now, there are only embers. A man sees not light, 白髪美女。But only endless nights. 白髪美女臭いな。And amongst the living are seenCarriers of the accursed dark side. Dark side. クレイマー。地雷。武器種別、体験、攻撃特性、標準、突き刺し、刺し、し、突、一回り、あ。びっくりした。ネズミにびっくりした。情けないな。Yes, indeed. そうさね。あ、情けない。The dark sign brands the undead. 呪われた不死の証。And in this land, the undead are corralled and led to the north.Where they are locked away to await the end of the world. 世界の終わりまで牢に入る。あ、私かこれ。私じゃない。お、私じゃない。やっぱ髪だけにつかねえな、この雰囲気に。ちょっと個性出しちゃったね。今を生きる現代に
個性を出してしまったね。あ、びっしゃ、振動した、コントローラー。何、なんか暗いな。お、誰だよ。あ、やだな、ここ。落としてきたの？北の不思議。あれこれ、送られてきたって言ってたな、確か。北に送った云々かんぬんって言ってたよね。はい、私です、こんにちは。ちょっと待って、私、右手に持ってる剣、これ、折れてない？こんなんで戦えんの？っていうか、操作、右スティックでカメラは操作できる。遺体を漁る？漁っていいんだっけ？遺体って。この世界は漁っていいのか？え、ちょっとこれ虫じゃない？あ、ごめんなさい。うわお。あ、漁ろうか。地下牢の鍵。OK。え、やっぱさっきのやつ、あれか。遺体に鍵紛れ込まして、助けてくれたんか。何、何してんの今の。何これ。ああ。ああ、気持ちいい。ああ、気持ちいいってこと？何してんの？ちょっと、X ボタン。何それ。両手で丁寧に持ちますってことか。片手遊ばしてたけど丁寧に持ちますと。OK, OK。A ボタンが？ A ボタン何もない。珍しい。マリオだったらジャンプだのに。B ボタン。おお、なになに？後ずさり？後ずさりバックステッパー。お、なにそれ？OK! いらん。そのままいらん。なるほどね。金出せ。金出せ。なんでやねん。OKOK。R。おい、なんだよ。暴力的だな。R で攻撃か。ZR。ZR も攻撃か。なんかこれ、大振りって感じだね。両方とも大振りだったわ。じゃあ、それ、そこで攻撃するんだね。あ、へえ。十字キーで武器の出し入れと。武器ない状態で大振りしたらどうなる？おら！鉄拳制裁！鉄拳制裁！鉄拳制裁！音を置き去りにした、なんつって。鉄拳制裁！あん！このゲーム楽しい。うん、なるほどね。オッケーオッケー。ああ、気持ちいい。ああ、気持ちいい。とりあえず行きますか。開けごま。ここは確かさっきのムービーで前しか進めなかったって、ここにさ、確かさ、なんか、やばそうなやついたよね。ここ開けられる？鉄拳制裁！んー、鉄拳制裁！開けらんねえか。メッセージ。誰だ？ダイイングメッセージか。カメラ操作。ああ、ありがてえ。R ね。はい。操作してますよ。んー、鉄拳制裁！ん、これ、なんか鉄拳制裁できそうじゃね？鉄拳制裁！鉄拳制裁！ダメか。鉄拳制裁。触るな。触るな。触るな。やめろ。ダメか。これは？ R、あ、やってますよ、さっきから。鉄拳制裁。触るな。鉄拳制裁。おい、誰かいいんじゃん。ちょっと待て、これ。誰だ？貴様誰だ？俺に触れるな。
話しかけらんないのか。え、これ倒しちゃまずいよね。これはあれか、痛いか。あー、虫がたかってますね。死後間もなくといった感じでしょうか。この方、話しかけらんないですか。あ、武器持ってっから話しかけらんないね、多分。ダメだな。話せよ。話せよ。俺には話せよ。危ない危ない危ない。初対面でいきなりパンチはきついよな。鉄拳制裁、鉄拳制裁、鉄拳制裁、ボックステープ、鉄拳制裁。やばいやばいやばい。やばい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 。何これ、くっついてくる。ストラップか。鉄拳制裁。ZR 強攻撃。あ、鉄拳制裁ね。鉄拳制裁。おい、氷もいいんじゃん。そなた、壁など向いてるんでない。うん、鉄拳制裁、鉄拳制裁、鉄拳制裁。あ、なんかプラス20だって。何ゲットしたんだろう。 LBOC ダッシュ、 L ってスティックか。あ、すげえ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 。走れんじゃん俺。私は走れます。まだ走れます。あー、気持ちいい。まだ走れます。ターゲット固定解除。 R スティックの押し込みか。固定解除。はあはあ、ちょっと暗いな。多少の見づらさを感じる。あ、これ何、これ温泉。あっさ、温泉じゃなかったわ。足湯にもならないな。足湯かな。スティック押し込みで、鉄拳制裁、鉄拳制裁、鉄拳制裁。なるほどね。あー、気持ちいい。下は入れない感じか。こっちも行けないよね。鉄拳制裁。行けないな。うん。とりあえずこっちかな。登る。これ武器持ったまま登れる？あ、登れるんだ。両親設計。気持ちいい。どうしてもね、あのマリオやってたから、あの Y ボタンを押したくなるんだよな。これさ、あれとかない。あ、なんだこれ。アイテムを確認使用します。ジェスチャー、それでアイテム持ってんの俺。持ってんじゃん。決別の国水晶、霊体を元の世界に戻す。他世界から元の世界に戻る。ダークリング、人間性とソウルを失い最後に休息した、かがり火に戻る。あ、さっき増えてたのソウルっていうのか。所持ソウルが60だね。人間性ゼロだって。まあ確かにな、初対面に鉄拳制裁するぐらいだからな。人間性なんてないよな。直剣の絵。右手武器、左手武器ってあるの。拳かっこよくね。右手武器、直剣の絵、拳。え、これ絵でいいんだよね。塚かな。
兜頭、指輪、拳。なるほどね、装備の重量とかあるんだ。面白いね。ボンボン平凡だな、これな。強靭度、出血耐性。OK。ちょっとこれさ、ちょっと明るめにしていい？気持ち明るめでいきます。OK。どっから、どこ行けばいいんだっけ？こっちか。かがり火で休息する回復。ちょっとね、こういうさ、一本道じゃないタイプっていろいろ探したくなるよね。え、開くじゃんここ。どうしよう、なんか足音する。いや、怖い。怖い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 。これ、ホラゲか。ホラゲ怖えんだよな。どうやって走んだっけ？ビークダッシュか。おらおらおら、走る、走。灯す？灯すとどうなんだっけ？ああ。オンファイリット。休息する。できないんだが、立ち去ればいいか。ちょっと待って、あ、こっちから音がする。怖い。ちょっとこっち先入ろうか。こちらからは開かない。なんだよ、嘘つき、嘘つき。まさか、いきなりボスとかないよね。これさ、カメラめり込ませるとかできない？できねえか。こんにちは、皆さん。いや、私すんごい顔してんな、これ。胸とか平らだな。オープンセサミ。やっぱ右手に剣持ったままじゃちょっと。大変だった。ちょっと足音のあれはどっから聞こえる？ここにはいねえのか。これ壺？俺一人入れそうな感じだけど。あ、壊せます？ちょっとじゃあ鉄拳で壊していくか。鉄拳制裁、鉄拳制裁、鉄拳制裁。もはや人間としてはさ、もうレベル超えてるよねこれ。人間と言ってはいけないよね、このレベル。いや、びっくりした、何？うわ、バカじゃん。あ、気持ちいいじゃない。うわ、バカじゃない。やばい。ちょっと待って。とりあえず武器。とりあえず武器。やばい。とりあえず武器。バックステップ。バックステップできないし、あー気持ちいい。聞いてないわよ。どうしよう。ちょっと待って。あれね。前回りで避けつつこれだね。オッケー。
ちょっともう一回やってみよう。よし。あ、気持ちいい。これ読んでみよう。逃げろ逃げろだって。気持ちいい。これ戦っちゃいけないのか。でも逃げるったって、あ、ここ開く、鍵かかってんじゃん。ういって、逃げろ逃げろ、今は逃げるか。こっちだ、あった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 、こっちだ。ふう、へ、ボケが、てめえボケが、ボケが、なるほどね。体力削られたわ。今日もここで終わりにします。